今回は、マッマにバカにされて全力で反論したという、ニートのイッチの話を紹介するよ。ニートは29歳。マッマにバカにされたので全力で反論した。ここのところ、マッマに何度も上から目線でバカにされてて全力で反論したら寒いのに庭に出された。反省するまで戻ってくるなとか言われて、一気に形勢逆転したんやが、60近いのに強すぎるやろ。誰だよ、力が強くなればマッマに反抗しても余裕だって言ったやつ。知らねえよ、ワイはマッマには頭が上がらない。ニートがマッマに反抗するとか、それすなわち他費だぞ。何歯向かってんだよ。バカにされてもしゃあないじゃん。実際に、バカなんだし。敗北しててくさ。かっこよく言い返そうと思ったら、返り討ちにあったってこと？スポンサーには逆らうなってことだな。ニートのマッマをスポンサーっていうの好き。マッマが悪いんだぞ。子供の頃からおかしいと思ってたとか、あんた、発達じゃないの？とか、子供に言ったらダメなラインを超えたんや。確かに自分でも発達かもしれんと思ったことはあるが、それをマッマが言っちゃダメやろ。おまけに甘えすぎた結果がこれとか、立て続けに言ってきて腹が立った。今の言葉、取り消せよって切れたら、なぜかワイが庭に立たされてる。弱すぎてくさ。で、何がしたかったんだよお前。ごめん、申し訳ないけど笑ってる。こんばんは、冷えるらしいな。ちなみに都内。都内だけじゃなくて全国的に寒波が来てるっぽいじゃん。北海道じゃないなら他死ぬことはないからいいだろ。どうして勝てると思った。もうワイも29歳で、マッマも60近いんや。チナパッパは65え。力ではワイの方が強いやろうし、たまには言ってやろうと思った。そしたらマッマの方が強くて泣いた。包丁出してきて外に出ろって言われて、気づいたら庭に立ってた。サンダル部屋着は寒すぎる。だって、お前、弱そうじゃん。マッマが強くてくさ。包丁は怖えよ。お前が力の差を勘違いしただけ。マッマに謝れ。これはパッパが帰ってきたらさらに窮地に立たされるパターンじゃね？思うんだけどさ、いくら29歳でも引きこもりだろ？筋力落ちてるだろうし、そんな強いの？体格差もあるだろうから、まともにやり合ったらマッマの方が弱くね。でもパッパはわからんぞ。仕事内容によっては力もあるだろ。どの道親に危害を加えたら追い出されて積むのはニートっていう。それな、ちゃんと自分の立場を分かって行動するべき。イッチちゃん、かわいそうにね、とても言ってもらえると思ったのか？もうさ、庭じゃなくて出て行けでいいのに、なんだかんだでマッマも甘いな。近所にこんな存在を解き放ちたくなかっただけだろ。うちの近所にもイッチとは違うと思うけど長年ニートを飼ってる家があってさ、ニートに嫌気がさしてるけど、人様に迷惑をかけられないって仕方なく家に置いてるらしい。親も大変なんやな。マッマこういう時もあろうかと、包丁はいつも研いであるのよニコリ。こえ。マッマに逆らうなんて100年早いぞ。で、今日は庭で過ごすの？風邪ひきそうだけど大丈夫そ？大丈夫じゃない？しかもスマホの充電が半分なのにせめて充電コードを窓から出してくれって言ったら怒られた。この状況で充電の心配。外にいると寒いし暇なんだよ。庭で部屋着でサンダルだぞ。寒いしやることないしきつい。それだけは暇つぶしかよ。ニートって暇だし、アホなことばっかりしてられていいね。今日そこまで寒いか？甘えんなよ。じゃあ部屋着で出てみろよ、寒いから。T シャツ1枚やぞ。知らねえよ、だからなんだよ。別にいいじゃん、頑張れ。パッパ、まだ？帰ってきたら怒られそうだからまだ帰ってこないでほしい。基本、マッマが怒るとパッパも味方するからな。仲良さそうな夫婦でええな。怒られろよ。なんで働かないの？ニートしてるんだから働きたくないに決まってんだろ。このままずっとニートしてたい。それなのに最近、マッマがメンタル攻撃しかけてくるんや。親も、もう60代なんだろ？そろそろ自立しろってことだよ。ずっとニートできるって思ってそう。こういうアホな奴が増えたよな。ある意味、リッチのような奴とかナマコの奴が増えたってのは日本が豊かだからだと思う。そうか？そうでもないぞ。庭から中に入ろうとしたら怒られた。スマホの充電もあまりないしクソすぎる。どれだけスマホで遊びたいんだよ。暇対策ができないようじゃ、ニートは務まらんぞ。普段はスマホやパソコンでなんとかなる。こんな庭で何もやることないやろ。寒いなら運動でもしようぜ。マッマの前で全面降伏して土下座すればワンチャン。そんなのカッコ悪いだろ。そもそもニートがカッコ悪いわけで。くさ。やっぱりウマルコ製造機渡しんでもらうしかないよな。そのまま庭で凍ってろ。走れば暖かくなるぞ。スポンサーに逆らうからだろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。今ニートのやつ工場で働けばええやん。元完璧主義者ニートからの助言。いややけど。工場なめんな。ちなニート。ええわ。なんで嫌がるんや。どうせやることないやん。現場を混乱させ、すぐに辞める。それがニート。それな。それやんな。ええんやで。工場なんてきつくて収容率クソ低いんやから誰もなんとも思わん。
そんなの AI がやってくれよニート。黙々と仕事してお金もらえるなんていいことやん。ニートやってて今工場やけどしんどいわ。ちなみに年目。何年経ってもしんどいのは変わらんな。どこの会社もしんどいけど。まずは働きたいやつがやれよ。ニートは働く気がないのに余計なお世話や。働くなら実家の近くで働きたいからやだ。嫌でござる。働きたくないでござる。別に働いてまで行きたくないで。なんで？何の工場や。車の工場。やりたいこと見つかるまでとりあえず働いとけばいつの間にか金めっちゃ溜まってるで。工場も人間関係面倒だからやめた。特に女パートおるところは最悪やな。工場系のバイトはピッキングぐらいしかしたことないけど、あんなの精神狂うやろ。コンビニバイトの方が万倍マシやろ。働き始めてよかったことは風丸に行けることやで。マジでこれしかなくて悲しい。スーパーのレジとどっちが辛い？ワイはスーパーの品出ししかしたことないからレジのことよくわからんけど、こっちの方が給料いいし楽だと感じてる。アマゾンの倉庫とかどうや。工場辞めてニートなんやが。仕事楽やけど人間関係だるすぎるわ。機械ばっかいじってまともに LINE 入らないし。LINE 止めるの怖いんを。まあコンビニバイトでもなんでもいいんやけど、いやいや働くなら給料ええ方がええかなと思ってお前らに勧めてみた。参考体のとこが正社員募集しとるけどやっぱあかんか。シフトは1週間ごとに変わるらしい。機械オペレーターか。オペレーターなら仕事内容はクソ楽。 LINE なら人選ぶで。二交代の方が楽そうやけどな。二交代しかしたことないからわからんけど。自律神経に負担かかるのだな。クッキングは医薬品以外はクソしかないわ。特にアマゾンはクソやな。アマゾンはルールでやたら口酸っぱく言われる以外はきつくないやろ。それこそ老若男女るし。ほん、逆目がない分楽そうやな。 LINE 作業はババアが幅利かせてるからやめとけ。あと山崎パン以外は外人多すぎや。人間関係なんか喋りかけてきたらニッコニコしながら受け答えするだけでいけるぞ。 LINE 作業とかならクソ楽やで。化粧品とか弁当のとこやと思いもんも持つ機会少ないから、おばはんに囲まれたハーレムの中働けるで。まあ大半はいろいろやった結果ニートなんよな。職歴なしのエリートも中にはおるが。せやな。でもどの仕事がハマるかわからんのも事実。ワイがそれ的なこと言ったら、そんなん言い出したら一生働かれへんで。ってハロワのおばはんに言われた。ババアはニートやプだからワイらのことわかるわけないやん。どこの工場や。群馬にある工場とだけ言っとく。すぐわかるだろうけど。スマルル？自動車系のあの工場？オペレーターのどこが楽やねん。マシニングくっそきつかったわ。求人広告ではボタン押すだけって書いてあるやん。いややったけど神経使うしきついで。環境も悪いし。確かに空気に風神舞ってそうやな。金型やからすごい舞ってるで。防塵マスクないから辛かったわ。喉やられるやろ。っていうかマスクないんか。やられるで。あるけど普通のフェイスマスクやな。財閥系の倉庫は外れが少ない。ライン作業はババアに悪口言われるからやめた方がいいぞ。あと毎日やってると頭おかしくなる。スーパーのレジずっとやってるけどライン気になるわ。一緒に働こうや。エアコンついてる？うちの工場はついてる。ワイがいた工場は油断したら指と不要な職場だったから精神摩耗ひどかったわ。その分給料は良かったけど定年までは無理や。指飛ぶとかそういうのほんと怖いわ。どういう工場がそういう機械使うんやろ。どの工場でも油断したら指持ってかれると思うで。指飛ぶとか機械に巻き込まれるとかよっぽど油断してないとならんやろ。さっきのはガチで飛ぶ環境なんやろけど。回転してるでかい砥石調整とかしてたわ。指どころか多肥人も結構出てる職場や。作業中クッソ暇やし音楽くらい聞かせてほしいわ。毎日やっとるやつら LINE で何考えとるんやろな。アメリカの工場は私服で音楽流してるって聞いた。人間関係邪魔くさすぎてあんまりやりたくなくなった。俺37歳6年無職で、職歴は小丸社支援の正社員4年半黒猫運輸で、契約1年ホスト3年生なんだけど、手っ取り早く社員になれるのなんだろ。うちの工場余裕や。マジかよ、近くならほんと採用してほしい。ライン作業なんて内容によって全然ちゃうで。Y のところは自動車の組み立てラインなんかに比べや余裕や。これな、Y はきついきつい言われてる組み立てだけど。ほんま、組み立てマジでノンストップできついねんな。それに対してピッキング工程楽すぎや。今まで5つバイトやったけど、どれもクッソきつくてよで働いてる人間すげえと思った。何の工場がええんや？これな、全部決めてほしいわ。いきなり部屋に押しかけられて拉致されて工場で働かされても文句言わんで。金あるし働く気起きんわ。てか人目がないなら何でもええわ。やっぱ無意識に神経使ってまう。工場で働くくらいならニートのがまし。合わなかったら即ニートやるだけの話。周りの評価とか気にせずやってみたらええやん。 Y 警備員、業務時間の6割をスマホして過ごす。残りの3割は仮眠や。
ジョロ狩り職歴バイトのみでも警備員なれるんか。犯罪歴ない黒髪短髪男なら誰でもなれるで。ワイはニート1年してたのになれたわ。監視カメラある部屋で異常あったら電話するだけの仕事や。警備員考えてるんだけど実際37歳でも採用してくれる？コミュ力だけはある。警備員とか70代でもいけるで。新喜劇の達人くらいボケて腰曲がってもいける。60過ぎたおっさんがワイの後輩やから余裕やぞ。公務員試験やってるやつからエマルゲ割ってるやつ、犬自宅から連れてきてるやつってフリーダムや。なんやそれクソ楽しそう。警備員って施設警備か？どこの施設かも教えてくれ。病院じゃなきゃ博物館やら美術館でもどこも監視カメラある部屋でぼーっとしてるだけやで。どうすればやる気って出るんや？自分を追い込む。でも貯金5000万あって自分を追い込めるか？そらちょっとは働きたい気持ちもあるけども。その貯金を寄付するかワイにくれ。そうすれば嫌でも働きたくなる。貯金なくして追い込めってことだよ。いやいやなニートでええわ。ほな。ペットボトルひたすら眺めるやつは睡魔との戦いがヤバかったわ。うちの会社の警備のじいさんもしょっちゅうスマホ見てるわ。力仕事無理なんやけど、ひたすら手動かすだけの作業とかあるんか？ある。組み立てがそれ。何を組み立てるんや？そら部品よ。細かい部品をインパクト使って締めていくんや。インパクトが何かわからへんけどそれならできそう。でもノイローゼなりそう。わあの工場のパートさんがまさにそれやな。正社員で手動かすだけは工場ではきついんちゃうかな。うん、きついな。不良品かどうか調べるやつが検査や。チェッカーで基板パンパンするようなのか。昔バイトでやってたけどクソ楽やったわ。そういえば検査は睡魔との戦いだから内容はクソ楽やで。電動ドライバーみたいなやつや。ガチで誰でもできるから続けることさえできれば適正は丸。はい。妄想がはかどりそうやし良さそうやね。でもそれでずっと生きていくとか考えたらたひねるな。せやな。家庭持って幸せそうな人も結構おるけどな。ちなみに Y は作業中オリジナルストーリーの妄想しかしてない。単発派遣でやるライン作業はクソ楽なんやけどな。社員まで行くとライン作業なんてあんまやらせてもらえんやろな。働きたくないからニートやってるのでは？初日働く喜びを感じる。2日目休日何するか考える。3日目進まない時計に苦痛を覚える。4日目仕事が嫌になってくる。5日目やはり労働はクソ、仕事を辞める。ニートなんか数日じゃ考え事する余裕もないやろ。刺身にタンポポ乗せるラインならともかく。 Y 入って1年でその工程全体のリーダー任されたけど人間関係ゴミで辞めたで。あと一度 LINE で働けばおっさんになってもまた働けるから最悪 LINE 3年やって半年休んでまた LINE 3年っていう疑似正社員モードできるで。ええやん。リッチは今月収なんぼなんや？年収でもいいけど教えてくれメンス。サイトとか検索すればすぐ出てくるけど期間工はだいたい30前後かな。Y もそんくらいや。有益な情報3月。いろいろと調べてみるわ。おう。入社祝い金やら慰労金やらでボーナスっぽいのあるから年収にするとさらに増えるで。高校中退な上に資格なしでニート歴10年のエリートやからそもそも受かる気せんわ。職歴も建築とかホストとかまともなもんないし。いや中卒社員もいるから。マジか、若いうちに潜り込んだけばよかったわ。もうアラフォーやねん。ちなみに Y と一緒に面接受けたおっさん45歳は LINE の経験なかったけど受かってた。マジかい。ほんの少し希望湧いてきた3月。あとこれは参考になるかわからんけど50で正社員になった人もおるみたいやで。どうせみんないつか多肥ぬんやから金稼いで好きなことしてさっさと多肥のうや。いや、ニートは働かなくていいよ。仕事の邪魔なんでマジやめてお家でゲームでもしていればいいじゃん。やりたいことしな。工場で測定やってるけど割と楽しいぞ。夜勤がなくなってくれれば文句ない。工場で働けないやつもいそうだけどな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ワイデブニート、毎日鍋作って食ってたら、あっ、に力士かなとか言われて煽られる。ちゃんこ鍋なら力士やな。ただの鍋や。鍋キューブぶち込んで適当に具材入れるだけ。ほんまうるせえわ。鍋はいいぞ、太らない。今181センチ112キロ。米どか食いしとるんやろ。米は少なめにしとる。運動しとらん。ニートやししとらん。そりゃ太るわな。お前の少なめは多いんだよ。一人鍋とかコスパ悪いし。米はほんま少ないぞ。力士やんけ。肉多めなのがいかんのか。花マサで買ってきた 550g くらいのやつ毎回全部入れてる。野菜、キノコ大量、豆腐、肉くらいなんやが。締めにうどんやら飯使わなやせるやろ。標準お茶碗一杯。その代わり鍋多めにしとる。これがいかんのか。米立てば鍋は倍食ってえで。夜米抜き生活したら痩せるで。たひぬやんそれ。朝昼は米食いにしたら痩せるで。最初は我慢や。我慢などできない。そもそも食いすぎじゃないか。肉 550g にその他具材とか普通食わねえだろ。わざわざでっかい鍋をAmazonで買った。
近くにハナマサできてから肉食いすぎなのがいかんのやな。材料の金はどうしてんの？マッマにもらってる。へえ、母ちゃんかわいそうやな。マッマは毎日笑っとる。鍋は塩分やばいことになりそう。せやろか。鍋キューブぶち込んでるだけやで。あ、ポン酢つけて食ってたわ。やべえわ。ニートが親の金で材料も鍋も買ってんのか。羨ましいくらい高顔無知やな。食べないと多心じゃうもん。多心だ方が家族喜ぶぞ。そうかな。ニートのくせにいいもん食ってんな。ニート相手に煽るだけとか偶然や兄貴かな。住む世界が違いすぎるからな。一橋行って今弁護士。Y は高卒ニート、すごいさ。このレスだけは打足だった。事実やもん。つらいつらい。お茶碗一杯は残念ながら多い。半分くらいが適正量。ワイなんて夜は金ないから袋ラーメン屋から羨ましいわ。うまかっちゃんと札幌味噌のループやけど工夫したら意外に飽きないんや。ワイそういうインスタント大嫌いなんや。だから料理覚えたわ。なんか前向きなニートだな。好感湧いてきた。ちなみに今日はこれから寝て起きたらかき鍋作る。かきごパックぶち込むで。うまそう。食わせろや。せやろ。こんくらいぶち込まんとかき鍋っぽさがないよな。ニートでも家族の仲はまあまあ良さそう。いや一回家追い出されてホームレスしたことあるよ。いかんでしょ。普通に出て行けって言われて気の幹のまま出て行ったよ。ホームレス期間はどれくらい？2週間くらい。短いよ。両国境のでかい橋あるのわかる？あそこで暮らしてた。夏だったから助かったな。ニートなのに自炊とかやぷやん。リアリティなさすぎ。逆。自分の好きな時間に食べたいから覚えちゃうの。警察沙汰になったなあれ。ニートなのにキッチン使えるんか。だってインスタント嫌いなのに生活リズム狂ったニートが深夜に飯とか食いたくなったら作るしかないやん。でも下処理ちょっとめんどいな。あと部屋中かき臭くなるのだな。相撲取りになれよ。家族とは別に食ってるんか。完全に別。だから米とか炊いて余った分を俺が夜食ってたりもする。働く気は？いつか。でもまあいつか働くやろ。今年も終わってまうな。来年も頑張るで。そこでごっつぁんですって言えないから。そういうとこだぞ。アイスピック持ち出さないだけええやろ。ニートのくせに力士並みに食うのか。ワイはくちっと鍋早で。キューブは溶けにくいから好きやないねん。いやもう力士になれよ。こんなのが力士になれるわけない。食いしん坊のニートとか捨てるしかないな。でもまあ家族と時間が合わないから食事を作るようになるってのはわかる。ワイニートも自炊してるぞ。そうか。ワイは絶対に作らん。ニートも自炊派と、家にあるものなら何でもいい派で分かれるよな。食事にこだわりがなかったら親が作るものを食う方が楽だろ。俺はカップ麺派やぞ。ニートを消すには、食生活を乱すのもありだな。要介護になったり、糖尿になったらいろいろと面倒くさそう。確かに病院通いされたりしたら金もかかるし面倒だよな。病気したら放り出すに決まってんだろ。そういえばナマポだったら病院代がタダになるんだっけ。さすがに病気したら最後まで家族でどうにかしてほしいわ。ナマポは甘え。病院代目的でナマポなんてできるの？無理じゃね？どうでもよいけど多心でほしい。親ってどう考えてるんだろう。うざいけど丸すこともできないし、消えてくれって感じだろうな。鍋食べたくなってきた。鍋は好きだけど最近、白菜が値上がりして食べる気しない。一人で鍋はないな。ワイは一人焼肉中やぞ。一人焼肉とか豪華やな、ええなぁ。ワイも鍋より焼肉派。どうでもいいけど、ニートが贅沢なんだよ。それ、もっと節約しろよ。マッマは笑ってるからいいだろ。いつまでそれが続くかな。そのうち鍋にもられそう。くさ。働かないなら食うなよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、社畜を煽るのが生きがいだという、キチナニートの一致の話を紹介するよ。ニートY34歳。社畜とかいう、負け組を煽るのが生きがい。実際、社畜って何が好きで、会社の奴隷なんかしてんだろうな。うえ、どうだ？反論できるか？できないだろ。今日もY は10時に起きて、のんびり遅い朝食をとったわけやが、お前らは6時には起きて、満員電車で会社に向かうんやろ？しかも有給と、土日以外で休むことは許されず、37度程度の熱なら出社。Yの親はさ、小学生の時に言ってたんだよ。義務教育が終われば、あとは好きにできるからって。今度、高校受験が終わってから、なんて言ったと思う？大学受験が終われば、遊べるから、だってさ、実際に大学は、まあバイトしながら、ほぼニート生活のようなもんやったが、その後だよ、その後、社畜生活は、少なくとも60まで続くんだぞ。しかも年金が遅くなって、65まで働かされるとか、そういう話もあるんやろ？義務教育は9年間。大学受験は、3年も頑張れば終わる。就活も1年だな。だけど社畜は、何年続くと思ってんだよ。
そんなの耐えられるのは、止まるくらいだろ。ワイはこのまま、勝ち組ニートを続けるで。と、負け組の社畜以下の、ニートが言っております。アホらしすぎて、草も生えん。リッチが負け組って言うな。そんな人生、楽しいか？本当は働けないことで不安でいっぱいなんやろ？涙を拭けよ。そもそも34とか、今年でニート終わりやん。来年からは晴れて無職だな。小学生の男子が好きな子に、意地悪するみたいに、リッチも社畜が好きなんやろ？な？煽ってるように聞こえないんだが。なんだよ。誰も言い返せてないな。ワイは勝ち組や。お前ら負け組の、社畜を見下すんや。で、お前はどうやって毎日生きてんの？家賃は？食費は？まさか親に出してもらってないよな？ただの寄生虫が偉そうに。ワイは社畜でいい。好きなもんを買いたいからな。ニートの方が無理だわ。わかる。ちょっとだけ無職期間があったけど、あれをずっと続けたら、絶対に頭がおかしくなると思うな。引きニートが、何を言うかと思えば。リッチくん、そろそろアニメの実況の時間じゃない？ほらほら、もっと言い返してこいよ。大して言い返せてないぞ。うえ。ワイは19歳のニートやけど、こういう大人にはなりたくないな。もう就職できないと悟って、社畜を貶めることしかできないんだな。察し。今はいいかもしれんけど、親が定年してからが地獄だよな。っていうか、34ってことは、そろそろじゃん。むしろ、もう親が定年して、焦って下を見下してる気すらする。社畜煽りしかできんって、悲しいな。ブラック企業勤務の俺は、むしろ一致を見下すことで、元気をもらっとるで。ありがとな。うっせぇ、もっと悲しめよ。お前らは社畜なんだぞ。60か65まで、ずっと社畜なんだからな。それまで長く雇用してくれるなら嬉しいわ。終身雇用万歳。まあうちの会社は、どうかわからんけど、俺は65まで雇ってくれるなら、喜んで残るぞ。社畜も別に、嫌でやってるやつばっかりじゃないからな。ワイも仕事がないと暇や。社畜は、最大の人生の暇つぶしよな。リッチみたいなのがいるから、いつも飯うまで働けるわ。わかる。江戸時代も、そういう存在がおったんやろ？低層階級は、絶対に必要だと思う。首脳交渉の下の奴らだっけ？ああなんかいたな。でもあいつら働いてるし、一致のそれとは、ちょっと違うよな。一致はそれ以下だし。それな。まあ社会には、負け組も必要よな。Y みたいに、一致みたいな負け組を、必要としてる奴らもいるわけでさ。さらっとひどいこと言っててくさ。今後の一致の生活が見ものだな。どうせ親が働けなくなったら、親の年金に寄生して、最後はナマポに逃げるんだろ？ナマポもそこまで甘くないしな。親の介護だって、のしかかってくるだろ。34のニートに、煽られるとは思わんかった。また来年、無職になってからで直してくれ。しかもどうせ、ネットでしか煽れないんだよな。俺の会社まで来たら、話聞いてやるぞ。あれ？一致の元気がなくなってきたな。うっせぇな、全然聞いてねえよ。ワイは勝ち組だって言ってんだろ。マジでこんな34歳児がいると思うと、日本って終わってるよな。意外とこういうニートが結構おるんかな？外に出てこないからわからないな。でも前に、体調が悪くて休んでた日に、コンビニにヤバそうな奴が来てたなぁ。ウェイって思ったわ。ニートって、なんとなく顔を見るとわかるんだよな。ちょっと幼い顔をしてたりするよな。社会経験がないからか？感情を動かすこととかが少ないからじゃん。はい。年相応の経験をできてないんだもんな。この一致もどうせ、思考は厨房止まりだろ。うるさいぞ。むしろ煽られててくさ。まあ34のニートなんて、こんなもんだろ。リッチと同い年の奴らには、子供もいるっていうのに。だよな。こんな人生、終わったようなもんだろ。もう言ってやんなよ。リッチのレスのペースが落ちてんだろ。人生からも逃げて、スレからも逃げるってことなんやろうな。ねえ、なんで生きてるの？ママとパパのために丸んだら？あと数年したら地獄行き。またスレ立ててね。こういうの見てると頑張れるからさ。逆に落ちされて、煽られててくさ。そもそも34歳のニートが、煽れる相手なんていないんよ。それ。もっと偉くなってから、出直すんだぞ。坊や。さてと、明日も社畜すっか。来年無職が社畜を煽ろうと必死なのはくさ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方はニート、社畜のふりをして、スーツを着て、外出するも今日は日曜、曜日感覚ないんを。靴磨けよ、おい。面倒因を。嘘つけ、プリキュマルで、曜日把握してるやろ。そういう社畜もおるやろ。むしろ日曜出勤してこそ、社畜なのでは？休日出勤だとしても、休日は私服でいいからな。なんやそのダッサい靴は。2万やぞ、ディーラーっていう設定にしようか。サイズ感おかしいやろ。
ダボダボのズボンが、ニート感すごいわ。マンションの営業なら日曜でも余裕や。曜日感覚ないとかニートらしいな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y はニートであって、引きこもりではない。引きこもりのカスと一緒にするな。犬の散歩も、買い物もするし、マッマの送り迎えだって、たまにやる。洗濯、風呂掃除などの家事だってやる。たまに遊ぶ友人だっておるし、Y は働かないっていう選択をしただけであって、引きこもってる。クソが丸児どもとは違う。ちゃんと働いて、社会貢献してる人たちよりは、価値のない人間かもしれないが、部屋に引きこもって、社会どころか、家族への貢献すらしない、ゴミと一緒にするな。もう一度言うが、Y はニートであって、引きこもりではない。わかったか？誰と戦ってるんだよ。Y は不安すぎて無理やわ。精神的に強いな。会社から逃げたから、一概にそうとは言えんけどな。メクソ鼻クソなんちゃら。ちゃうやろ。Y はメクソかも鼻クソかも知らんが、引きこもりはのぐそや。一緒にするな。でも収入ゼロじゃん。せやで。一犬がいる時点で勝ち組や。かわいいかわいいチワワやで。もう14歳のおじいちゃんや。まあ世間一般には、引きこもってましたより、遊び歩いてましたの方が、まだ受け入れられるんかな。せやろ。で、いつ働くの？働かねえよ。どうやって生きていくの？今生きてるんだから変わらずや。生産性のない、欠陥品に変わりないやん。Y は一人暮らしの社会人やけど、引きこもりやで。仕事以外は家にいる。引きこもりって、言葉の意味ちゃんとあるやろ？仕事行ってたら引きこもりやない？親が丸んだらどうするの？丸んだ時に考える。わからんやつはわからんでいいやろ。Y もニートやけど、パチ丸子屋は行くから、引きこもりではない。でもそんな区別、気にせんわ。わからせないといけないんや。ニートと無職くらい違うからな。世界は君が思っとるより、愚かなんや。それがわからんと、生きづらくてしゃあないで。でも引きこもりもニートも、同じ無職じゃん。社会人もニートも、同じ人間じゃん。マッマに出てけって言われたらどうするんや？言われた時に考える。まあ言われることないやろうけど。Y もそんなんやったから、掃除洗濯とかの、雑用の仕事しとるわ。給料少ないけど、ニートとさえ言われなければ、ええと思っとる。家事は雑用なんかじゃないで。専業主婦だっておるんやから、そんな言い方はあかん。でも一般人からしたら、ニートは外に出てほしくないよね。犯罪起こしそうで怖い。まだ引きこもってる方が、身の程は決まえてていい。お前引きこもりやろ。がっつり社会人や。8年目っす。家族や身内から見れば、家事をやってるのは偉いのかもしれんけど、他人から見れば、働いてない時点で、活動的な無職だろうと引きこもりだろうと、平等に価値がない。そんなこと言ったら、新聞配達員は新聞取ってない奴からしたら価値がないし。テレビ見ない人間にとって、名も知れない芸能人は価値ないやん。関わりがないことと、価値がないっては別やろ。そういうことじゃなくて、社会は働いてる人間の集団で構成されてるわけだから、税金を納めていない人間は、働いてる人間から見て、重荷にしかなっていないから。生きている価値がないというか、むしろ丸んでくれた方が、ありがたいってことだよ。親が納めてるから、納めてないことないけどな。時間あるなら、公営ジムで筋トレして、図書館で本読もうぜ。ランニングならするで。そんな暇あったら普通ハロワ行くよね。働く気がないって言っとるやろ。便利ない奴が、ランニングしてて、そんなことしてる暇あったら、トイレ行くよね。っていうんか？働く気がないなら、社会のゴミだから、引きこもりと変わらないじゃん。お前みたいな奴のために、最初に長文書いたんやけどな。不燃ゴミと可燃ゴミの区別も、つかなそうやな、お前。どっちもゴミで草。家族への貢献、適正してないで働けよ。それはやだよ。こういうのが生まれるのって、やっぱり親が悪いから、親が責任取る必要あるよな。世間一般からすると、どっちもカスやろ。50歩100歩やな。Y は100歩や。家族への貢献度を語るなら、働いてくれる方が、家族にとっても嬉しいと思うんですが、どうなんですかね。そら働いて出て行って、仕送りするのが何よりの貢献やろ。ただ働いたらニートじゃないからな。仕事辞めて遊んでた頃の、Y と同じやね。引きこもりの定義。仕事や学校に行かず、家族以外の人と、交友を持たない奴のこと。つまり君は引きこもり。家族なんやからそれくらい普通やろ。子供でもお手伝いするぞ。なんで移民は引きこもり、ニートしかいないの？正直50歩100歩だよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y37 歳ニート、勇気を出して免許取りに行くも、怒られて泣いちゃった。あんまり大きい声出すのやめろよ。30キロ出してって言われて、急加速、50キロしたら、踏みすぎって言われてさ、カーブ入る前に、20キロまで落としてって言われて、間違えてアクセル踏んだら、おい、ふざけてんのかって、怒鳴られた。左車線入ってって言われて、よくわからず思い切り左に切って、フェンスにぶつけそうになり、
急停車。なんでそうなるんだよ。だってさ、厳しいのは、イッチが事故らんようにするためやで。一番ムカついたのは、2時間目の教官や。1時間目の教官は、横からハンドル持っててくれたのに、2時間目の教官は、ハンドルも持ち寄らへん。そんなん不安に決まってるやろ。ちょっとは考えろや。教官怒りすぎ。大きい声出される前に、理解しろよ。初めてなんやから仕方ないやろが。赤ちゃんだって、歩き方わからんときは、転げるやろ、アホか。誰だってミスぐらいあるやろが。って言ったらさ、ミスにも限度があるやろ。だってさ、さ、コントすな。仲良し。楽しそう。妖怪話を、鮮明に覚えていますね。しょうもない嘘つかんでもええんやで。大体や。今時そんな教官おらんやろ。教官はまだこんなのいっぱいおるぞ。最近はどこも経営が苦しくて、怒らない教習が流行ってると聞いたが。大嘘やぞ。免許欲しい奴が、教官がムカつく程度で、入校費ドブに捨ててまでやめないやろ。指名制になってて、評判悪い教官は、指名されなくて、給料上がらんとか、ボーナスなくなるとかで、みんなとにかく優しくしてるって聞いたけどな。お客様に対して、こんなに高圧的な態度取ってくる、サービス料って他にあるか？以上だよ。ほんまこれありえんわ。なんぼ払ったと思ってんねん。あいつら高い金もらっててさ。どうせお前の金やないやろ。ハンドルどれくらい切れば、曲がるかみたいなの、最初にやるだろ。いややってない。はい発進して、そこのカーブ曲がって。って言われて、左側の石みたいなのにこすった。なんがあかんねん、だいたいミスするから、教習所一トンやろか。君、そんなことで泣くなんて、この先、やっていけるのか？だいたいさ、車のタイヤは、最大どんぐらいまで曲がる？って聞かれたから、わかりませんって答えても、答えてみてって言われてさ、180度って言ったら、真面目に答えろって怒られた。そんなん習ってないしさ。これはお前ががまるじ。じゃあなんぼ曲がるねんな。別に教官も、正解しろって言ってるわけやないねん。車のタイヤが半回転するかどうか、真面目に考えてみろや、ありえんやろ。ちな、ワイも知らんけど、60度くらいやと思う。これが真面目に考えるってことや。Y 級に、無理難題ぶつけられたら、焦って適当に答えてまうねん。それは仕方ないことやろ。タイヤと軸の関係考えたら、それはさすがにないやろ。そんなん習ってへんし。緊張してる状態で、急に言われてわかるわけないやろ。頭回らん時に質問するなよ。やばすぎ。37って、小学生の子供いるくらいの歳なのに、何やっとんねん。だから、そう思って勇気を出して教習所に来たの。よく今まで生きてこれたな、親に感謝しろよ。初見だろうが、カーブ普通に曲がれないって、どっか障害あるやろ。逆にいきなり、カーブ曲がれる方がおかしいだろ。乗ったことない乗り物の、説明から入れよまず。ゆっくりハンドル動かして、どれぐらい曲がるかやってみましょう。って言えよ。多くの人は、曲がりながら調整できるよ。がまるじの運転する車に、同乗しないといけない身にもなれ。そら必死にもなるやろ。それがお前らの仕事やろ。若い女ばっか見て、ヘラヘラしとんちゃうぞ。37歳って、もうニートじゃないやん。勇気出すなら、まずは働けよ。まあ免許あれば、年齢言ってても、運送関係でどこでも雇ってもらえるからな。それくらい人いない、続くかは知らんが。事故起こすだけだから、免許取るな。俺が免許取った時も、やからみたいな教官だったな。MT なのか AT なのかで、かなり難易度が変わるが、どっちでやってんやろな。37歳ニートの時点で、大変なのに、人並みの感覚をまるで持ってないんだから、そりゃ教官もピリピリするわ。なんかニートの話題やと、マジレスが多いな。そりゃ37歳までニートしてたら、脳みそ萎縮してこうなるわ。親は手を打つのが20年遅かった。親が悪い。37歳ニートで、中身これだから、働いたら働いたで、別の問題起こしそうだが。働けとも言えんな、もう、ニートが介護なんかやったら、事件起きるし。工場も無理や、警備も無理、絶対事件起こすから、おとなしくしてほしい。もういいからそのまま丸んでくれ。37歳のニートが免許か。運転しないでほしいよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート姉31歳が、切れて包丁持ち出してきたけん、部屋のブレーカー切っただけやん。ブレーカーを切る？落としたってことだよ。お前の武器は？今部屋にはこれしかない。それ今使わないでいつ使うんだよ。はよいけ。キャッチーな。一目でおもちゃってわかるやん。おもちゃだけど、5キロ近いし、殴ると痛いと思うよ。海兵隊が好きなのか？海兵隊好きなんだ。M40A5 もあるよ。終わってんな。ほんま終わってるで。大学卒業後に、ずっとニートしとる。お前もニートけ？ワイはニートやないぞ。不動産で働いとる。火事に目覚めたんやろ。いつもまっまの飯食うてるけど。兄弟揃ってニートとか終わってんな。ちなニート。ニートやないで。あっねのスペックはよ。
160センチの、55キロらしい。自称だから本当は知らん。女のニートって何やってるんや？男なら、おまるニート、ごちゃんと、ゲームとかだろうけど。アニメとゲーム。夜中は、オタサーの姫やってるのか、VC が、クソはづらい。うわ、ひえ。オフ会とかは行ってないん？行ってないね。金がないから。姉ちゃん、VTuber かもしれんぞ。むしろそうなって稼いでほしいわ。お姉ちゃん、決まるのやえば、好き？めちゃんこ好きらしい。かわいいの？化粧と服装次第では、量産型っぽい。ちゃんとコミュニケーション取っとけよ。家族に理解されないと、そのうち詰むぞ。家族も姉には手を焼いてるで。50万払うから出ていけとも言っとる。マジな話やが、50万払って出ていかせるんやなくて、自分たちが別の家探して、金融資産持って、こっそり出ていった方がええで。なるほどな。ちょっと大掛かりだけどありかもしれん。マジでそれしかないで。31ならまだ取り返しつくから、ショック療法で自立させるしかない。ショック療法とかやったら、自丸するか、逆恨みで人傷つける恐れあるぞ。責任取れんのか？そのくらいの覚悟いるで。現実を分からせるのは、金を断つのが一番や。父親は何も言わんのか？腐っても娘だから甘い。なら念書書いてたらええんちゃう？自分は姉の面倒は見ないとか、親もお前がおるから、最悪お前に押し付ける気やで。すでに押し付けられてる感あるわ。本気で考えた方がええかもしれん。31まで何してたん？勤めてた経験はあるん？大学卒業後ずっとニート。一致がその姉、本人なんやろな。今のうちに、週2、3でもええから、働く方向に持ってかないと、80、50問題、一直線やで。そんなの嫌だから、誰かもらってくれ。なんで切れたんや？理由あるはずやろ。昼から VC で騒いどったから、ブレーカー落としたけん。時間が経ちすぎて、もう働かないやろな。無理に働かせようとすると、刺されるで。だよな。一度も働いたことないのがやばい。なんで一致は、そんな家に残ってるんや？一人暮らしせんのか？都内で暮らしてたけど、親に言われて戻ってきた。なんでブレーカー切るねん。そりゃ怒るやろ。ワイも我慢の限界やで。まずは職業訓練からやな。親が勧めたけど、興味ないの、一蹴りあった。敷居が低いところからやらせてみるとか、短時間でいいから、毎日働かせるところから始める。そんなの無理に決まってる。外出、リハビリからや。ニートの一致と、姉養えるって、良い家庭環境やな。金持ちやん。ワイも仲間にすな。そいつの趣味はなんだ？アニメとゲーム。引きこもり再生の人、呼ぶしかないやろ。それか金渡して放り出す。50万でも動かない女やで。抵抗しろ。拳で。振る。前に殴って、警察呼ばれたで。女性を殴る。あっさし。家から一歩も出ない引きこもりは、頭おかしくなるから、外出してアクティブニートにしよう。買い出しとかやらせろ。家事も手伝うように言え。親バカだから、飯も用意されるし、買い物もされる。親が何もしないなら、もう君しか、動く人がいない。本気で動いた方がいいぞ。とりあえず今週中に、福祉会行ってこい。男を紹介する。ワイの周り育ちがいいから、こんな姉をおすすめできないわ。親と姉を見捨てて、一人暮らし始める選択肢は？一度したけど、親に言われて戻ってきた。なんで戻るの？バカ姉をなんとかしない限り、戻らないとでも言えばいいじゃん。このままじゃ共倒れやぞ。まあ親が心配やったからな。そういうかな。親が丸んだら、一致が姉の面倒見ることになるぞ。それでもええんか？それは嫌や。断じて嫌や。なら今のうちに、縁を切ることをおすすめするんを。あと5年もすれば、本格的な地獄が開催されるぞ。一致かおっちゃが、外に連れ出してやらなあかん。身内でアウトドア趣味のやつおらんのか。残念ながらおらんね。どこら辺に住んでるんや？千葉県やで。黒髪サラサラで、太ってなかったら、お姉さん僕にください。黒髪サラサラだけど、腹出てきてるよ。そら31なんやし、腹も出るやろ。問題は顔よ。普通としか言えない。女って化粧で化けるし。朝から恐ろしいスレだ。ワイの愚痴でもあるんや。すまんな。指定揃ってニートとか、終わってんな。自宅待機ドス。自宅警備じゃないよ。夢がないね。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、ビジネス書100冊読んでみたという、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートは36歳、ビジネス書100冊読んでみた結果、ニートしてて暇だからビジネス書100冊読んでみたんだけどさ、ニートの Y には何も成し遂げることはできないって悟っただけでくさ。100冊もよく読んだな。適当に流し読みしてそう。部屋のクーラーを使うなって言われて図書館に通うことにしたんだよ。で、何もやることがなかったからビジネス書を端っこから読んでいくことにした。最初は起業でもしようかって思ったけど無理なことが分かっただけでくさ。もっとマシな感想はないのか。
ビジネス書って難しい？難しいのもあればメンタルがどうこうって書かれただけのものもある。とにかく愛には気合も知識も金も足りないことがわかった。あと、仲間がどうこうと家計は鬱になる。仲間？仲間っていうかチームで事業をみたいなことを書かれても愛には無理や。結局、100冊読んでも大して得るものはなかったな。そりゃビジネスやる気がない奴が読んでも無駄にしかならないだろ。どう考えてもニートが対象の本じゃないもんな。そもそも読み込むような読解力はあるのか疑問。今はぐうたらニートしてるけど子供の頃は割と読書は好きだったんだよな。もちろん実用書系じゃなくて推理小説とかそういうのやったが、それにやれそうなことがあればやってみようと思ったけど、やる気がすべてなくなっただけだった。古いビジネス書を読んでもあんま役に立たないんじゃないのか。新しいのもちょこちょこ入ってたけど読んでどうこうって感じじゃないぞ。ツッコミどころも多いしな。例えば？なんていうかさ、ただ天才でうまくいっただけじゃね？って思うようなパターンも多いし、逆に努力して成功したやつは努力の量が半端なさすぎて全く参考にならん。ニートみたいな状況から成功したやつもポテンシャルが違うんだよな。同じ親から生まれたわけでもないし能力が違うし、無理無理。ビジネスが向いてないって分かっただけでもよかったな。じゃあ社畜がおすすめやで。社畜もなりたくない。ビジネスも無理だし社畜も無理だな。じゃあどうするんだよ。このままニートが一番いいかな。働けよ。図書館なら資格の勉強とかもう少し有意義なことができるやろ。秘書に来ただけだしな。ビジネス書に飽きてからは適当に雑誌コーナーに行ったりしてる。諦め早くて草。図書館を秘書地にするくらいならハロワ行ってこいよ。ハロワは落ち着かないしぼーっと座ってられないからな。図書館くらいがちょうどいい。割と空いてる時間を狙って出かけて適当に本や雑誌を読んで帰る生活や。親はなんか言わんのか。行き先は別に行ってない。まあ聞かれれば図書館って答えるだけやけどな。家にいた方がうざいって思われてそうだから外にいる分には文句ないんじゃないのか。何歳でいつからニート？36歳で大卒ニート。文系、理系、エフラン、その辺のよくある私立。文系。大卒なら働けよ。就活せずに卒業したらいろいろ終わってた。在学中もバイトしてないし36歳までバイト歴もないニートだぞ。今更感しかない。学費とかどうしたの？奨学金をいくらかもらってそれは今親が返済してる。働いてないから払えないし。クズだな。親が甘すぎる。そうか、今日もクーラーをつけれないから暑すぎて図書館にいるんだが。じゃあ図書館のパソコンでネットしてるのか。家からノーパソを持ってきてる。1日1時間くらいまで利用者登録すれば席も使える。パソコン1時間、あとは適当に読書で時間を潰して帰る。半日くらいいる感じ？外に出れて座ってられるなら働けよ。事務職とかなら働きたいけどな。大抵良さそうな仕事は女しか採用しなさそうだし肉体労働はしたくない。人と話すのも苦手だし働ける仕事があるとは思えないな。図書秘書とかは読書好きならいいんじゃね。学校で取ろうとしたけど単位が足りなくて取り損ねた。今更な感じ。ビジネス書読んでどんなビジネスがやりたかったんだ？特に何がってのはないよ。ただ、外で人と一緒に働くより家で働ければと思った。結果、金の調達がどうとか仲間がどうとか、どう考えても向いてなかった。それが分かっただけでも前進やぞ。まあビジネス本なんて所詮、作者のオマルニーだからな。どうでもいいから働け。事務職は無理かもしれんが IT 系なら男でもなんとかなるんじゃないのか。30代ならギリギリ入れそう。文系だからプログラムとか無理。情報の講義を取ってたけどエクセルのマクロすら使いこなせなかったぞ。バイトくらいしろよ。飢えた日にするってなったら働くのか。親に見捨てられたら生ポかな。とにかく今は働きたいとは思えん。もうちょい必死になれよ。生きてても大して楽しくもないし人生に必死になるのは無理だろ。かといって他日の勇気もないから適当に生きてる。適当に生きてる割に暑いと図書館に行くんだな。今年は暑すぎる。ビジネス書の作者も泣いてるぞ。何冊読んでもこいつじゃ意味なくて草。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。社会に出てからコミュ障を全く見なくなったんやが、あいつらどこに行ったんだ？ Y だけニートなのか？学生時代に山ほどいたまともに他人とコミュニケーション取れない奴らってどこに消えたの？お前と同じで引きこもってる。それ？歳を重ねて成長したんやろ。お前も早く大人になれよ。社会に出てないんやろ。ここにたくさんいるやん。無職、工場、警備、清掃、配達。この辺やな。だな。あと SES にも多い。お前の周りにいないだけ。底辺職にはいっぱいおるぞ。そもそもコミュ障なんてものは努力すや治る。社会に出たらみんな努力してるんよ。コミュニケーションは上達してもない公的な性格はどうにもならんけどな。飲み会でストレス発散するやつとは相入れないわ。IT と方やけどいっぱいおるで。なんじゃいってそういうやつの集まりなんかな。
お前らたまにガチでヤバい社会不適合レスしてる時あるもんな。就職はどうしたんかな。面接を通過できる気がしない。役割を与えられると話せる人間は意外と多いからな。喉から声が出ない。そりゃ社会に出るんやからある程度コミュ力は持ってるやろ。仕事のコミュニケーションは取れるんやがな。プライベートはコミュ障やわ。各レーンはいっぱいおるが仕事ではキャラ作ってるだけやぞ。キャラ作りすらできないガチなやつは工場とか底辺仕事になるしかない。誰かと話すと1日くらい寝込む。こんなんでどうするんだよ。職場の電話はいけるけどプライベートの予約とかは苦手。ここまでコミュ障の自己紹介ばっかで草。わいもコミュ障やけど、無言に耐えられないタイプの喋るコミュ障とかいうゴミだから、会話できないわけではないからなんとか生きてるで。営業向いてそう。雇われないがすごいブラックなところで缶詰や。わいは校舎や。コミュニケーション取れないと面接に受からんやろ。っていうか誰とも話せないレベルのコミュ障って高校卒業する年齢にはもういなくなってね。軽度のコミュ障なら社会に出ても山ほどおるやろ。めちゃくちゃ無理して働いてるんやぞ。ストレスで鬱になったりする。コミュ障だからスーパーで接客してる。そもそも社会で言われてるコミュ力ってガキが考えてるような陽気の礼儀みたいなののことじゃないから。極度のコミュ障は淘汰されるやろ。仕事上ならなんとかなるで。コミュ障ってどんなレベルのや。同期に友達おらんが仕事で話さなきゃどうしようもないから話すぞ。淘汰されるんやで。仕事中は別人格が活動してる。会社出たらしなしなや。ワイもコミュ障やけど、さすがに仕事中は普通に喋れるわ。話題を作れない、広げられないタイプのコミュ障って自覚した。仕事中は普通に喋れるんじゃなくて、仕事中だから相手が合わせてくれてるだけだぞ。無理してコミュニケーション取ってるんやで。コミュ障は社会に出れない。他人にレス場を仕掛けるタイプのコミュ障ならいっぱいいる。本当の姿はコミュ障や。ワイは無理をしている。マジレスすると喋れるけど、何言ってるかわからんゴミとか人の話を理解できてないやつおるやん。全部コミュ障やろ。ほうれん草できないのもコミュ障やな。社会的にはこっちの方が意味合い強いと思うが、一応面接突破してある程度の企業ならそういうのは排除できるのでは。学生時代の陰キャでも仕事で必要な最低限のコミュニケーションは取れるやつのが多いやろ。外丸レベルで話せんやつは知らん。これわかる。大学にすらコミュ障っぽいやつたくさんおったのに社会に出ると漏れなく消える。あいつらどこ行ったんや。半分くらい社会から消えてもう半分は擬態技術を身につけたんやろ。コミュ障やけど最低限は話せんと金もらえんしな。普通にぼっち飯中やが。気の知れた友達とかならええけど、全然知らん男と何話したらいいかわからんのやが。逆に初対面だと女の方が話しやすいわ。勘違いしてるやつ多いけど、女との会話って趣味とか聞いたり恋愛のこととかテンプレの話したらそれなりに盛り上がるからやりやすいってのは事実や。男相手に趣味はまあギリええけど恋愛の話するのキモいやろ。ちょっと距離近い分最初は話すのに困る。挨拶もできなくて遅刻欠席繰り返す系のカスは誰にも相手にされずに白い目で見られて終わりや。ひろゆきに憧れてるやつってコミュ障だよな。心療内科でお薬もらって必死に擬態してるぞ。ソースはワイ。後デブも消えるよな。若いデブはあんまおらんな。だいたい偉くなると太るやつが一定数出てくる。工場って長年いるだけでクソ偉そうに振る舞えるからコミュ障が上に立つとヤバい。雑談一切できんコミュ障やけどなんとか生きてる。最近流行りのコミュ障はめちゃくちゃ積極的に喋るけど意思疎通ができないやつや。アッパー系コミュ障は立ち悪いよな。自分の喋りたいことばっか喋るやつ。そうことかいいな。コミュ障とか外丸の巣窟っぽい。コミュ障は惹かれるからな。ひっそりと他品出るか、引きこもってる。コミュ障いないのは栄養とかやろ。相手エンジニアやけどどうまるとコミュ障多いで。ワイコミュ障やったが会社入ってエアほど人前で話させられるから自然と治ったわ。LINE の友達母親しかいないレベルのコミュ障なのに接客業やってるワイっていたん。彼女いない歴どうまるでプロジェクトマネージャーやっとるワイみたいな変態はおらんやろ。普通ワイの同類は工場とか清掃ちゃうか。プロマネは配下メンバーに比べてあんま喋らなくていいからな。実はコミュ障には最適。前にコンビニの店員で無言会計お礼も言わない、ずっと下向いてるくらい店員いたんやが、なんで雇ったんや。人前で話すのにナイツの間にできるようになるんや。何度も何度もやってればいい加減なれる。1対1の電話は慣れたけど、大勢集まる会議とかでマジで話せん。自分で喋ってて何言っとるんかわからんようになる。わざわざそれらを引いてるのが就活やぞ。面接なんて質問も答えもある程度テンプレ決まっとるし、対策したかどうかじゃないの。あれでコミュ力なんて測れんやろ。就労移行支援事業所が用意してる。めっちゃ早口で何かの悪口言いまくって空気最悪にするタイプのコミュ障なんとかならんか。税理士にも多いぞ。ちなわいも税理士。IT 系には多品ほど多いやろ。
コミュ障だった頃はバイト選ぶときもババアばっかいる職場がコミュニケーション的に楽だろうなと思ってスーパーばっか探してた。そしたらヤンキーしかいないバイト先に決まってコミュ力が鍛えられた。つまり就職できたわいはコミュ強ってことか。無理したらコミュニケーション取れるのってコミュ障か。工場ビル面とかのブルーカラーなら腐るほどいるよ。仕事の話はできるけど雑談はできないやつ。少なくともガチモンの発達は惹かれやすいよな。作業所やぞ。Y コミュ障理系、ほとんど文系のコミュニケーション強者の巣に投げ込まれる。愛想笑いでごまかす模様。コミュ強ってグイってきたと思ったら途端にそっけなくなるよな。寂しい。コミュ障で新卒以外で面接突破できなくね。まあ新卒でも怪しいが。普段は表に出さないように必死やからな。それで溜まった我慢をここで発散させてまた現実との戦いに行くんやで。何も陽キャみたいな行動しろってわけじゃないし仕事上の会話すらできんやつはそうそうおらんやろ。仕事ならみんななんとかやるだろ。学生時代は仕事じゃないからやってないだけで。仕事での会話はまた違うしな。それでもお薬飲んで頑張っとるやつも多いやろ。表面的な会話だけならコミュ障でもできるやろ。雑談が苦手やねんけど業務上の会話はなんとかできてるから学生時代より社会出てからの方が楽やわ。人見知りとか社会人になったらいいわけやん。お前が気を使えって言ってるようなもんだし。仕事の皮かぶれば話せる不思議。業務連絡さえできてたらええやん。雑談力みたいなのを求めないでほしい。最近喋るコミュ障の方が喋らないコミュ障よりマシって風潮にだんだんなってきてるよな。実際そうだけど。社会という集団生活をする上で意思の疎通や伝達ができないってのはかなり致命的やからな。コミュ障には辛いが集団生活をしている動物たちですらやってることやから仕方ないんだよね。相手来いよ。コミュ力ゼロでパソコンカタカタするだけの仕事だと思って入ってくる陰キャだらけやから。雑談はできんけど業務上の会話ならそらできるやろ。コミュ障って自分が何者か分かってないだけなんちゃう。仕事っていう役割与えられたらその通りにはできるんやろ。このスレでもコミュ障イコール雑談できないやつになってて草。社会人におけるコミュ障って仕事上の意思疎通ができないやつやで。社会人のコミュ力の方がむずいわ。敬語とか言う外国語使ってクソつまらん会話と意味のわからん上司の指示翻訳せなあかんし。ぶっちゃけ仕事で話す力は割と別な気がしないでもない。ワイはまさに就活で弾かれそうやわ。幼少期からコミュ力積んでたから当然の結果やね。社会人は社会人でビジネスマナーとかいうの強要されてクソ長い言葉で喋らされそうでだるいよな。ワイは業務的な話だけはできるから雑談はあかんが。雑談しないと無視され始めるやろ。コミュ障とコミュ力ないやつは別物やろ。社会に出れてんのはコミュ力ないやつまで出がちの小丸社は無職や。雑談が苦手すぎる。とにかく話題がない。ガチのやつは努力しても治らない。治るが。君は本物じゃなかったんだね。甘え。努力したことあんの。反応速度を高めろ。発達障丸はそもそも病気ではないので治るものではない。コミュ障が全部発達ってわけじゃないけどな。そうか。ガチのコミュ障は発達だから脳に異常があるんだよ。発達障丸だけど精神科行ったら慣れれば治るよって言われたよ。それは治ったわけではない。ごまかしてるだけ。治るというか大事なのは試行回数と慣れだよ。たった数回の失敗でメンタル崩れてどうせ俺なんて一生コミュ障なんだって思っちゃうのがコミュ障だ。お前は分かってない。理解した気になってるだけだ。有名な分かってる人が言ってた。よくならなかった。コミュ障って二つあるよな。人見知りの方とアスペの方。人見知りはただ恥ずかしいだけ。ガチのコミュ障は言葉が思いつかない出てこない。コミュ障だが喋るだけじゃなく相手の発言に戸惑ったり意図が伝わっているのか不安になったりして様々な可能性を考えて意思疎通できなくなるという問題があるから厳しい。ほんこれ。わかったようなこと言ってくる健常者がガチで腹立つわ。ガチコミュ障の俺はオンラインゲームでもソロプレイばっかりだわ。コミュニケーション障害だから病気じゃなくて障丸。治るもんじゃない。努力すや治る。また言ってるよ。健常者とは脳の作りが違うと理解しろ。脳の作りとかそれだけの理解で済ましてるお前も全然わかってないよな。それは劣等感をごまかすための言い訳だよ。ちゃんと勉強してちゃんと理解することが自己肯定の一歩目になるのに。マジで辛いけど、周りはコミュニケーションできて当然って奴らだから全く理解されんよね。特に社会に出るとそうなる。ほんそれ。脳の機能障丸って目には見えない箇所だからどうしても理解してもらえんよね。目に見えないというより、単に現代医学ではまだ解明できてないだけ。10年もしたら発達の脳みそも映像化されるかもな。まあ発達とかのコミュ障って脳という臓器の異常だからな。治るもんじゃないから努力の無駄。
まあ努力の無駄になるレベルかは努力してみないとわからないからやる価値自体はあったな。場数を踏めとかいつまでも寝ぼけたこと言ってるやつなんなの。でも発達持ちでも大人になると少しマシになるやつもいるからな。IQ 低い陽気もいるし頭良い発達なら健常者を演じることができる。なんでお前らがコミュ障になったかっていうと、幼い頃から友達の振る舞いや喋り方をしっかり見てなかったから、周囲と同じように喋れないだけなんだよ。つまり理解の不十分が原因なんだから、思考回数増やせば少なくとも改善はされるはず。直すことはできないがごまかすことはできる。脳で最適な回答を導こうとした結果、言葉が詰まる。でも今こうして普通にコミュニケーション取れてるじゃん。一人ごとしか喋れない。生配信とかしてコメント拾って慣れとけ。ネットやめて外で活動してたら9割は治る。だってネットなかった時代はそんな人ほとんどいなかったんだもん。ネットがなかった頃は引きこもってて存在がわからなかっただけだろ。昔もコミュ障はいたと思うな。ダウナー系はやる気なさすぎ、アッパー系はやる気ありすぎ、普通にしてればいいだけだよ。その普通が難しいからコミュ障だし引きこもってるんだろ。簡単に言うな。それな、場数踏めばいいとか、慣れればオッケーとか言ってるやつなんなの。本当にコミュ障のやつもいるけど、小丸とかなんとか言って逃げて引きニートしてるやつもいる。本物はクラスでも1割を切るだろ。期待できるやつはいいよな。場数だぞ、それは。指摘入ってなければ慣れれば学習してなんとかなると思うが。話し出すと止まらなくなる系の Y はその場でミスに気づけずに家に帰ってからやらかしたと思ってへこむ。うるさい感じのコミュ障が上司だと面倒だよな。ブルーカラーならいくらでもいるって。学生時代とは違って社会人なら周りの気遣いもあるし、あからさまに仲間外れにもされない。それも職場によるけどな。陰キャとか陽キャとか誰が考えたんや。コミュ障は最近多い気がする。ネットでは普通に話せる Y は何に定義されるんだ。ボイチャとかも平気。初対面が苦手なだけなのは誰でもそうだし、コミュ障ではない。コミュ障って自分で定義するやつ多すぎないか。わかる。大体のコミュ障は周りから見れば普通。本物は自分が普通だと思ってる。がマルジで自分がコミュ障っていうか、頭を買って気づいてないやつの方が怖いよな。コミュ障だなんだって言い訳しすぎ。いやでもなれるから頑張れ。頑張る前にメンタルに異常をきたすんだが。お薬飲んで頑張ってるけど、いつまでもつかわからん。コミュ障じゃなくても急に対人ストレスで鬱になったりあるしな。定義するとしたらコミュ障の部類に入ると思うけど、会社では普通にしてる。ずっと引きニートしてれば誰でもコミュ障になるだろ。だよな。人と接する時間が少ないとだんだんと会話ができなくなる。かといって外に出れないんだよな。一度引きこもったら終わり。なかなか社会には戻れない。戻るも何も大卒ニートだから社会に出てないわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。